スポーツってね、こう技術とか、ポテンシャルとか、そういうものが大事な部分はもちろんあるんですけど、でも考えて準備して頭使えば、そういうパフォーマンスが、高くなくてもね、追いついたり、勝っていけるんだっていうものを教えてもらいましたので、まあ、そういうところでは本当に出会えて本当に感謝な気持ちしかないです。いやもうめちゃくちゃでかいですね。もう本当に、まあさに自分はそういうタイプでしたので、プロ入って結果がなかなか出ずに、でも野村監督が頭を使えば追いつけるんだ、勝てるんだっていうことを言ってもらえて、まあそれを間近で、僕は監督のいつも 目の前に座ってましたので、そこでぼやいてることとか、教えてもらうことで、あ、こうやって野球見ていけばいいのか、こうやってやっていけばもしかしたら自分も上手くなれるかもなっていうのが、まあ、身近でね学ばせてもらったんで、まあ、それをやっていった結果、本当にこう数字が3割打たしてもらえたのも野村監督のおかげですし、僕がキャッチャーとしてレギュラーとしてね、僕がレギュラーになったのは本当に30超えてからなので、野村監督と出会ってからなんでね、本当に40までできたっていうのは野村監督なしでは考えられないので、本当にいいタイミングで教えを、もらえることができて、はい、感謝してます。そうですね、僕に見えないものが野村監督に見えてるんですよね。次走るぞとか、あ、フォークが来るぞって、それを僕は見てるようで見えてない、感じてるようで感じられてない、自分がそういう電波をこう出してないっていうんですか、出てない、でも感じを見ようとしていけばだんだん違いだったり、こういう風に投げてくるんじゃないかなっていう確率が当たったり、そういうものがこう見えてきて、その確率が上げられたことで、まあ、3割も出してもらえたっていうところで、僕もちょっとでも見えるように、もっと感じられるようにっていう意識を持って野球をやることで変わっていけたので、まあ、準備とか、僕の中では感じろっていう言葉が一番こう印象に残ってるっていうか、それをやれてちょっとというか、自分の中で大きく変われた言葉でしたね。そうですね、ただ来たボールに対して打つ、ただそれだけでは率は、僕の技術では、数字は上がらない。そういう中で、投げてくる前の確率をどれだけ上げられるか、どれだけ根拠を持って、まあ、山を張るっていうと外れるか当たるかみたいな感じになるんですけど、根拠を持った山の張り方、それができることで確率は変わっていくんで、ね、まあ、そういうところで打つ方でもそう